さあ、全員揃ったところで今日の単走ファイナルと吹奏予選の結果なんかをちょっと提示していただきたいと思います。この声のテンションを聞いてくれて、ありがとうございます。吹奏予選、吹奏予選、単走ファイナル、単走ファイナル、今日の朝一の、かなり実際沖に行きました。沖に行って17番組ですかな。で、対戦、吹奏予選の対戦相手が、同じスノーコントライバーの高山選手。で、イーブンイーブンのランク判定であっさり負けました。でもなんか悔しくないです、今日は。すがすがしくやりきった感じ。やりきりました。はい。じゃあ、続きまして。はい。まあ、僕はこの格好を見てもらえば分かる通り、今日は走ってませんね。いや、格好的に走ってます。ちょっと昨日の予選でですね、失敗してしまいまして、今日はコスプレみたいになってますけども、スノーマドライバー残ってる選手いっぱいいるんで、応援に参りたいと思います。はい、今から参加する人もいるのかな。なんか、ちょっと審判委員長が一言どうぞ、え、長渕さんですよね。ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ続きまして斉藤選手。はい、僕は、なんていうの、免除っていうの、3走ファイナルで6位だったんで、走らずに次に進めてます。次の対戦相手が佐久間さんです。はい、頑張ります。いいな、なんかその貫禄。だってまだぶっちゃけ何もしてないでしょ。昨日も予選も出てないし、で、単走ファイナル1周走っただけで、まだ多分6周くらいしかしてないよね。それでポコってもういいとこ行って、もう昼からもうね、走れる。で、対して僕は昨日予選からスタートし、もう昨日がもうね、人生の分かれ道みたいな状況から、今日単走予選でなんとかそのシードに、ね、入って、追走予選に出たくないなって思ってたんですけど、まあ10位ということで予選になってしまい、そして小口さんとですね、いい対戦だったんですけど、まあ負けてしまって、今から何をしようと、若干ですね、人生を迷っております。どっか席が空いてたらですね、大悟くんの走りをみんなで応援したいと思いますので、一緒になって応援したいと思います。よろしくお願いします。はい、続きまして、ドリフト以外でやってみたいモータースポーツ、ちょっと一人で出してもらいたいですけど、モータースポーツはやってみたい。モータースポーツだから競技って、競技でドリフト以外、例えば自分からやりたい。結構ね、全般やってきたんですよ。そうですね、なので、特に一番最後ドリフトですもんね。ドリフトやめたい、やめたい、もっとこれからやめたい。疲れた。昨日の予選で疲れた。予選で疲れたね。ごめんなさいね、なんかこんなテンション、暗いテンションですけど、明るきたい。そうそう、僕も今日もやることないので、なんか誰かおさせてください。ご案内しますんで。これは何でしょう。すいません、何でしょう。はい、ベレボーから松井選手は何か、はい、僕はですね、ジャフの普通のレースを数年前から始めまして、今年スーパー耐久という国内では結構大きいレースに1戦だけ出ました。富士ですか。富士の8時間で、4人で走るんですけども、そのうちの1人で、S2000 という車で走りまして、予選でその、ABC でドライバーのグループがあるんですけども、そのグループの中が予選トップタイムが出せたので、ドリフトドライバーでもレースも速いぞっていうのを今後も見せていけたらなと思っています。はい、はい、頑張ります。じゃあ続きまして斉藤選手は、僕はラリーコースっていう競技があるんですけど、ラリーの車で、周回コースをドリフトしながら何台かで走るようなレースがあるんですけど、すごくかっこいいなと思ってて、やってみたいです。国内でもなんか国内では、多分まだやってないと思うんですけど、YouTube でよくケンブロックってモンスターのドライバーがその車でいろいろ走ったりしてるのが
結構有名なんですけど、はい、かっこいいなって、あれをやってきた。次の剣ブロックの位置を狙ってるわけですね。そうですね。いや、そう、次は狙ってもらって、はい、上永選手僕はですね、やっぱり雨宮に所属しても長いんですけど、雨宮といえば、まあ、スーパー GT 出てましたし、で、まあ、各種グリップのタイムアタックの方でも活躍しているのもあって、まあ、僕もそれの影響もあってタイムアタックの方も自分でプライベートでやってて、で、まあ、それの、流れで D1 車両で筑波を走るっていう企画で、まあ、走らせてもらって、一応 D1 車両で一番筑波は速いという、記録を出させてもらったんですけど、まあ、それのですね、もっと先にですね、オーストラリアで2人が行われる、WTAC というタイムアタックがあるんですけど、いつかそれに行ってみたいっていうのは、前々から思ってますね。はい、全然厳しいですね。まず、本業であるこの D1 グランプリの結果を出さないと、なかなかそういう話題はですね、やっぱ言いづらいんで、はい、まずはここからもう全然今日なんかそんな話したら怒られますね、これね。はい、黙っていきたいと思います。はい、はい、どんどんいきましょう。クイズ、僕ですか。僕最近ですね、やってみたいっていうか、なんかあのプロボックスでレースをして、はい、プロボクサーでプロボックスでなんかレースをちょっとやらせてもらってるんですけど、意外にね、面白いですよ。藤尾さんもぜひ。この前なんかいい成績出してなかった。優勝したんですよ、優勝これが。でもね、まあ、結果から言うと、なんかカーボより NA の方が速かったんですよ。下級期クラスで出てた。NA の方が2台速かったんですよ、僕が下級期で優勝したんですよ。NA に負けたと、タイム的には。まあ、ちょっとね、負けた。優勝じゃないっすよね。はい、まあ、下級期がないと前が進まない。なるほどね。まあでも楽しくやってるので、まあ、もしね、プロボックス乗られてる方いないでしょう。いや、いると思います。プロボックス乗られてる方いないですよ。あそこね、自分で、いや、あの人もね、あの人もね、あの人は相方ですから。なるほどね。はい、まあ続きまして、プライベートで最近ハマっていること、もしくはやってみたいことあります。まず優勝するお笑いの方がいいですかね。お笑いに拳銃、日本と僕とその辺に興味がありますね。興味があります、やっぱり本業です。今あれですよ、本業ですか。そうそうそう、問題がね、今ちょっとね、分裂問題でいろいろとね、もう難しい中にいるんで、僕も、はい、やっぱ拳銃はまず一つ、ね、そうですね、必ず押さえてくる。そうですね、車に毎日住んでますので、はいはい、皆さん車ちょっと当たらないよ、はい、ちょっと出てくるかもしれない。嘘ですからね、皆さん嘘ですよ。反応かもしれない。嘘ですよ、はい、まあ、そういうね、冗談も通用するキャラですから。はい、はい、さあ、続きまして松井さんは、はい、これドリフト以外、そうですね、まあ、でも全然思いつかないんですよ。さっき言われて30分間で何回かやっていたと思ったんですけど、ドリフト以外にはない。ドリフト、車以外には考えられないです。はい、もうそこだけです、僕は。そこだけということで、はい、まあ、じゃあ新しいちょっといろいろなことを試してみてください。はい、はい、斉藤選手は、まあ、僕も車なんですけど、はい、今ランボルギーニ作っててあそこにあるんですけど、はい、早くあれを走らせたいなっていう、楽しいです。動くのは動くんですか。8の字くらいはやりました。でこれどんな感じですか。シルビアみたいな。実際の感想は何でしょうか。普通でびっくり。そしてまさかの今のハンガーのとこはカメラ、まさか。なんかね、ちょっと後ろが低かったですね。低すぎて入れないというトラブルが起きてましたけど、はい、早く走ってるところを見てみたいですね。これが終わったらセッティングしても走れるんで、はいはい、じゃあお台場ではもう走れる。お台場では走れるんですけど、その前に壊れちゃったら走れない。なるほど、それはもう運というか、もう流れ次第ですね。やってみないとわからない。はい、じゃあお台場で見れるということなので、皆さんお台場までぜひ来てください。はい、で僕はですね、車以外でハマってるというかやってることはですね、最近ハマってるのはこの車の塗装とかをですね、自分でやることをちょっと、はい、趣味にしてて、そしたらぶつけてもすぐ直せるじゃないですか。はいはいはい、やっぱね、あのドリフトしてたらぶつかっちゃうんですよね。ぶつけたいわけじゃないですよ。どうしてもぶつかったりするんで、そのこのエアロを直す FRP とかっていうのを自分で勉強して直す練習とか、あとこう塗装とか自分で練習して塗ってぶつけに行って自分で直す、結構面白いんですよ。だからもうね、どんだけぶつかっても全然怖くないんで、はい、最近そういうのを遊びでやってます。はい、塗
そうするとね、やっぱいつも綺麗な車で、はい、そうなんですよ、はい、ボロボロ、まあでも結局ボロボロなのに乗ってるんですけどね、はい、そんな感じです、はい、では続きまして、え、僕ですか、僕も本当車とプロフェッシー、あ、プロフェッシー聞かないんだ、プロフェッシーは車あります、気配薬です。いやあれね、聞かないさ、軽特殊の、いやちょっと待ってくださいね、いやこれがですね、これね、皆さんね、彼2年ぐらい前までここまであったんですよ。あったんですよ、本当に。ここにちっちゃな島があったんやけど、そうそうそう、もう今それもなくなってしまったって。いやいやいや、あのね、ここ見てもらう、産毛、いや産毛はあるんですよ。散髪行ったらここ揃われたらどうしようかなと思いますか。まあちょっとお気の毒な、いやいや、うん、いやいや、お気の毒ではない、このおかげでみんなにね、いじってもらえて、なるほどなるほど、わざとキャラ作りのために毎日抜いとく、なるほどなるほど、これ大変な、まあどうでもいいですよ、はい。その次、ま、続きまして次は質問コーナー、はい、はい、早い早い、さあどうぞ、はいはいはい、はい、どうぞ、はい、皆さんこんにちは、はい、僕ね、とりあえずちょっとまあこのここを立ってて言うのも申し訳ないけど、まずライバルより自分に負けたくないから、かっこいいね、いつもね自分のハートに負けてね、予選でちょっと落ちたりするんで、かっこいいな、もう誰かに負けたくないとまで言えれる位置にいないんで、ちょっと自分自身に負けないようにちょっと頑張っていきたいと思っております。僕やっぱり構想相手の組にはそう負けたくないですね、はい、絶対弾いてやるぞ、どっち派なんだ、まあ、それは言えないでしょ、ちょっと言葉嘘ですよ、はい、はい、頑張るよ、張新聞に載るかも分かんない、いやまあ僕こいつには負けたくないぞ、全員です、全員にはやっぱり負けたくないと思いますよ、みんなじゃないとね、やんないと思う、どんだけすごい選手で負けたくはないです、松井選手は、そうです、僕もやっぱ同じで、まあ普段パドックとかで会うときはやっぱなんかね、いろいろ話したり相談とかするけど、やっぱり追走の対戦相手となったら絶対に負けたくないので、誰っていうのはないですけども、誰にも負けたくないです、はい、やっぱりこの野郎と思うんですか、追走相手には、この野郎だんだん思うんですね、絶対こいつ、あ、まあまあ、ね、絶対負けないと思うんですけど、俺も思ったら相手だとしてね、この野郎は、ね、この野郎は言ってますよ、僕は、はい、怖かったんで、ちょっと、はい、はい、はい、斉藤選手、僕はやっぱりあの調子乗ってる川端雅人、名指しで、はい、はい、やっぱテンション上がりますか、彼とやると、はい、そもそもその川端くんとのそういうのっていうのはどこで生まれたあれなの、なんか調子乗ってるなと思って、なんか嫌なんだ、なんか嫌なんだ、単純に僕もですね、やっぱり一番負けたくないのは川端くんなんですけど、やっぱり同級生っていうのと同じ時にワークス入りというかそういうチームに入って、お互いに下積みというかその負けてる時期、あのいろいろ大変な時期があって、で、まあ、彼はチャンピオンになり、今ここまでなり、僕はなかなか対戦することが先にできないんですよね、あのそこまでいけてないんで、まあ、負けたくないですけど今日のところは黙っておきます、はい、よろしいですか、はい、ハイジャースのこの、はい、あれは何でしょう、 T シャツですかね、はい、はい、プレゼントということでおめでとうございます、